ピオ・カオル입니다。今はね、南大門の市場に来てます。で、多分みんなね、想像するのは東大門って結構みんな、なんか市場で服安くてって思って知ってると思うんだけど、南大門もなんかアクセサリーとか帽子とかカバンとかめちゃめちゃ安いです。ので今日は撮影しに来ました。で、ミョンドンからももちろん歩いて来れるんだけど、ね、電車で来るんだったらヘヒョン駅の5番出口から出るとちょうど、ね、メインの通りに当たるので、電車で来る子は5番出口を目指して来るといいと思います。結構ね、市場がごしゃごしゃしてて迷子になっちゃう可能性があるので、多分電車で来たら一番分かりやすいけど、でも全然歩いても来れますということで、では行ってみましょう。はい、じゃあフェヒョン駅の5番出口から出るとこうやってね、大きい通りがあります。大きい通りに出ますので、これをずっと前に行けばいいんですけど、私おすすめのスーパーっていうか果物屋さんがあるので、それがね、こっちに行くとすぐ角に見えるんですけど、そこのスーパーめっちゃ安くて、私韓国に2ヶ月住んでる時もひたすらここでフルーツ買ってた。じゃん、デルモントのバナナがこの大きさだよ。一袋、この大きさ一袋何本入ってるんだろう、7本とか、まあ、袋によって違うんだけどが200円、めっちゃ安いっしょ。で、桃も7個入って500円。これはスモモもこれ半パック、1パック300円で2パックだと500円。サモン、なんだっけ、グレープフルーツが5個、グレープフルーツが5個入ってるこの袋も500円。グレープフルーツ1個100円ってことだよ。このニラの量わかる？プチュってニラなんだけど、この量、ニラこの量でさ、一束200円だよ。意味わかんないから、ほんとびっくり、もうまた見てびっくりだわ。で、長ネギもこの一束の量やばいからね、一束で150円。小ネギ、ちょっと小ネギかな、小口ネギ、小ネギなんだっけ、もうこれ一束で200円だし、もう意味わかんないから本当に価格が結構多いって。韓国の白いなんかキュウリなんだけど、これもう10個で300円だからね。10個だよ、こんなでっかいのに、こんなにでっかい、ビビる。とまあね、私は韓国にいる間ここでひたすらイチゴを買ってたんだけど、本当にめっちゃ安い、びっくりするわ。ってことで、最初びっくりしたところで次行きましょう。もうね、ここに売ってないものないぐらい売ってる、本当に。軍服も売ってるし、下着も売ってるし、靴下も売ってるし、帽子欲しい。이거이런거얼마예요13,000원이야아이고여기붙어있네요가격이아저거저런거잖아요아이유아아이유그여기큰게있는거같죠근데이건애기같지않아요귀엽지날라갈때사람막보는날있어요아아이것도있어요이렇게요정도면딱사이즈좋은데그럼서버터그런거있죠그네 어때전좀그런데요아덥다아니야네 내가보이나나こんな感じでちょっとお話ししながらさらっと抜けれる感じ。靴屋さんもある。てかね、見て、ここいっぱい歩いたらね、靴ずれしちゃってサンダル買いたいんだ。ねえ、このさ、よくおばちゃんたちが履いてるやつとか500円だよこういうなんか楽なやつもね、見て、500円。これ全然履き方によってはさ、全然履けんじゃん、みんな違うかな。 iPhone ケース500円。
10食790円。まあなんか K-POP とかじゃなくて普通に韓国の文化が好きって人は本当ここ見て、こういうの、私こういうのめっちゃ好きなんだけど、韓国伝統の生地みたいなやつの筆箱、もうこれ300円なんだけど、ここ量がめっちゃ多い。ポーチとかうちのお母さんとかこういうの買って帰るんだけど、なんか可愛くない？え、ちょっとなんかおばさん臭いかな私。可愛くない？500円だよ。この私この韓国のさ透明な生地みたいなのがめっちゃ好きで、ほらなんか夏だしさ可愛いよ。違う？お箸も全部ここで売ってる。本当ないもんないかここ。こっから入っててもなんかいろいろ売ってんだけど、こっから入ってくとね、あの軍服とか売ってるから。ほら、私もちなみに持ってる軍服。ここまで入るとちょっとかなりローカル的な感じになってくる。表の通りは結構観光客多いけど、ここは結構ローカル。そうだ、手や。あ、이거좋은데화장안했을때이거쓰고집에가면되잖아。이거얼마인데요？만육천원이야。아，思ったより高いんだけど。이런약간깊은건큰거는다른거있어요？지금있는거는개밖에없는데。아진짜요？개보다더깊은거는아니이런사이즈。ね、ここのね、ナンデムンでだけやってんだって、これ。ナンデムンだけ、ナンデムンのアリタウムだけ今やってんだって。この前の、これをね、10個、このパックの10個のやつを買ったら、後ろのこの、何？カタツムリパックをね、10個プレゼントあって。だから、20個で1万ウォンだから、1個50円だよ。ね、絶対ここで買うべき。買っちゃったし。ここも、見てほら。化粧品屋さんも何でもんだと、なんかここだけやってるイベント的なのめっちゃ多いな。やば。どうぞ、どうぞ。あれとばなよ。あー、く、おと、く、편한거좋은데요。大体帽子系はね、1000円から2000円の間だね。万端のほら BT21 の靴下もある。かわいいよ。あ、似てないやつもある。もう誰って感じ。みんなの彼氏が靴下になっちゃいましたみたいな。あ、インフィニットもいるね。合戦もいるね。私だってよくスンリの靴下履いてたもん。これ穴開いちゃったけど。なんかまあ見てきた通り、いろんなね帽子屋さんを巡ってきたんだけど、私的に同じ形の同じものを聞いて一番安かったのがここだ。セギモザ。ここがね、他のなんかこんなに麦わらみたいなやつも他のお店よりね、2000円以上安い。私が買ったやつもね、他のところでは3000円以上高かった。ここより、ここが一番安い気がする。セギモザ、この T マークグランドホテルの前の入り口じゃないや、道を入ってきてすぐ、ここが一番安かったな。うわー、めっちゃ安いお店見つけてしまった。このなんかヘフィョンヨクから降りて、この大きい通り沿い、だからずっと行くとミョンドンがあるんだけど、その通りにね、まあ、なんかいろいろこういうお店がある中で、ここスタッキンヤンマーレギンスっていうとアイリスってお店があるんだけど、ここめっちゃ安い。お店の中はちょっと見せられないんだけど、とりあえずこの何、この中のさ、こういう何キャミソール的なの2枚で500円だし、2枚で500円だよ。
で、このソッパージってあの2枚パンツ的なやつ、偽パン的なやつも300円だし、本日だと500円だったのね。で、こうやって中見ると見えるんだけど、なんかその何、靴下が今見えるとこのラインが全部100円。中見せられないの申し訳ないんだけど、まあ物によっても違うけど、レギンスも500円だし、めっちゃ安い。ここマジで来た方がいい。スタッキーにあんまりレギンス、アイリスってお店です。ちょうどね、ティーマークグランドホテルの前。マジで安い、しかも量がめっちゃ多い。電気森、電気森？いごろろじゃない？電気森があるね。あ、既婚者だ、既婚者。まあざらっといろいろ見てきたんですけど、まあ基本的に、まあ、安いよっていう話と、あとはここからが本番です。本番じゃないね。換金、結構みんな気になると思うんだけど。ナンデムンで換金したのが一番レートが良かったです。なんかミョンドンとか空港とかも換金するとこいっぱいあるんだけど、でここが私的には一番レートが良かったのが、この大きい通り、さっきのテヒョン駅の5番出口を出て大きい出口通りをずっと行くと、ここのナムサン省なんたら分かんない、ナムサン換金所、感染所っていうところのレートが一番良かった。私が買えた時はミョンドンよりも空港よりもどこよりもここが一番ね、レートが良かったです。まあレートは日によって変わってくるから、いつでもここがいいってわけじゃないけど、私はここがね一番良かったですっていう男情報。はい、何でも安いよって言っていろいろ紹介したんですけど、紹介とかいろいろ見せたんですけど、実は何でもが、基本的に卸売りのところです。出てる、こうやって出てるお店じゃなくて、建物の中にもいろいろお店が入ってるのがチラチラ見えたと思うんですけど、こういう感じでここは中で卸売りをやってるんですけど、実は私が前にインターネットショッピングモールやってて、よく韓国に卸で来てたんですけど、だからよくこういうとこ中に入ってもうなんか買って帰ったりとかしたんですけど、もともと入ってきたやつをそのまま売るっていうのもあるんだけど、結構部品を仕入れて自分たちでデザインして売ってるってお店もすごい多くて、この中がすごい安いっちゃ安いんだけど、やっぱりその自分たちで作ってるから、私はこうやってね動画に撮って YouTube に載せちゃうと、やっぱりその人たちがせっかく考えたデザインなのにどっかで使われちゃうかもしれないし、それもなんか私は違うなと思うんでちょっと映せないんですけど、本当はこういう建物の中が一番安いです、外よりも。そこは私はもっと取引先としてちょっと配慮して取れないんですけど、みんなも来たら一回こういう建物の中も一回入ってみるとすっごい安く売ってたりとか、まああるので、ぜひ入ってみてください。で、今日本でも結構なんか個人のショッピングモールって流行ってて、まあ、ベースとかさ、楽天とかなんかいろんなとこでインターネットで売ってる人も多いと思うんですけど、そういう人はね、ここテリョンディスプレイってところがあるんですけど、ここがインターネットショッピングとかで物が売れた時に箱に入れて売るじゃん、送るじゃん、それの箱とか袋とかがすごい細かい大きさ別に売ってるんで、私もよくここで買ってました、袋を。こういう感じで、まあ、ネックレスとかあったらこういう長いやつとか、これとかこんだけ入ってて1300ウォンだから130円なんだけど、こういう感じでね、もし卸売りをしてる仕事とか、あとはなんか家で個人的にハンドメイド売ってるよって人がいたら、こういうところで袋買って帰ったりとか箱買って帰ると安いと思います。こういうピアスのね板とかも全部ここに売ってます。その送り用のこういうビニール、プチプチが入ってるビニールとか、あとこういうねビニール、普通の中見えないビニールとか、あと中にもいろいろあるので、ぜひこういうのも売ってるしね、のでもしインターネットで販売してる方は来てみてください。箱も売ってます。はい、こんな感じでナンデムンでしたが、どうだったでしょうか。なんか
結構ごちゃごちゃしてて見るのは大変なんですけど、なんかローカル感が楽しめるのでいいかなって感じ。ということで今日の動画がいいなと思いましたら高評価とチャンネル登録お願いします。フラミアモンの여기까지。終わり。